兄さん、あいつはリゼンブールの時な。おい、あんたがこの村を無茶苦茶にしやがったのか。リゼンブールもこんな風にする気だったのか。あんたの目的は何だ。あの錬成人で何を作った。再び会うような気がしていた。やろう、わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。兄さん。お前もか、幼い錬金術師。私と同じ目をしている。お前に私を止める資格などない。クローリー、クローリーだな。間違いない、やっぱりクローリーだ。わからないのか、俺だよ、アーレンだよ、クローリー、クローリー。違う。私の知っているアーレンはお前のような老人ではない。何を言ってる、当たり前だろう。あれから何十年経ったと思ってるんだ。おかしいのはあんたの方だ。その姿は一体どうした。して消えちゃった。もう大丈夫みたいね。しっかりして、ハボク少尉。大丈夫？大丈夫じゃないっすよ。俺の特別危険手当、二倍にするように大佐に言ってくれませんかね。こんなヤバい現場だなんて聞いてないっすよ。ところでハボック少尉、そちらの方は？あ、はい、この村の住人っすよ。アーレン・グロースターさんだったかな。俺が保護したのはそのじいさんだけで。東方司令部のリザ・ホークアイです。無事で何よりです、グロースターさん。無事だと？何が無事なもんか。あなたの他に生存者は？わからん。ああ、多分いないだろう。俺以外の奴はみんなやられた。クローリーの奴ね。お前ってバカ。とうとう。おい、じいさん。ん？なあ、あんた、さっきの野郎を知ってるみたいだったよな。あいつは誰なんだ、教えてくれ。なんだこのガキは。彼は国家錬金術師のエドワード・エルリック君です。隣は弟のアルフォンス君。錬金術師？教えてくれ、一体奴は何者なんだ。姿を消したり突然現れたり、どう考えてもただの人間じゃねえ。小僧、あいつと何かあったのか。やっぱり知ってるんだな。頼む、じいさん、教えてくれよ。何か訳がありそうだな。まあ、こんなところで立ち話もなんだ。話をするなら俺の家へ行こう。すぐそこだ。
ついていきな。あれ、ここがじいさんの家ってことは、ここにある資料はじいさんのものだったのか。まあな、俺はこれでも50年以上考古学者をやってるんだ。おい、こら、そこのでかいの、勝手に資料に触るんじゃねえ。あんな怪物たちの研究も考古学に含まれるんですか。怪物？うん、ゴーレムのことか。もちろんだ。リビス文明の歴史はゴーレムと密接に関係してるからな。お前らの言っている怪物ってのは、リビス文明のヒーが生み出したゴーレムっていう動く人形なんだよ。ゴーレム。ああ、リビスに伝わる秘術によって命を吹き込まれた泥の人形、それがゴーレムの正体だ。命を吹き込むって、そんなことできるはずが。それをできるのがレビスの秘技だ。まあ、秘技っていうのは要するに今でいう錬金術のことだがな。ゴーレムは古代の錬金術で生まれた。お前らも錬金術師なら。錬金術？兄さん。ああ、そうか。だんだん分かってきたぞ。その古代のゴーレムってのを現代の今でも作ってる大バカ野郎がさっきのやつってことだな、じいさん。ふん、物分かりの早い小僧だな。そうだ、その通りだ。やつのことが知りたいと言ったな。あの男の名はジャック・クローリー。50年ほど前、俺と一緒にレビス文明の研究をしていた俺の親友だった錬金術師だ。ジャック・クローリー。あれ、親友って50年前って、さっきの人はどう見ても。そうだな、年を取ってね。奴の姿は50年前と変わらなかった。一体なぜだ。よく似た別人だったということは。そういや、あの男、じいさんのことは知らない感じだったっけ。あいつのことは俺が一番よく知っている。あれはクローリーに間違いない。でもあの人、とても普通の人間とは思えなかったけど。ま、やつがじいさんの友達かどうかここで言い合ってもしょうがない。重要なのはやつの目的は何かってことだ。小僧、どうしてそこまであいつのことを知りたがる。それを知ってどうする気だ。やつは俺の故郷にも現れたんだ。この村と同じようにリゼンブールを襲うつもりだったのかもしれない。それに、あの男はこの村の大量殺人の重要な容疑者です。他に関与していると思われる事件も数多くあります。軍としてもこれ以上あの男を放っておくことはできません。男の居場所に心当たりは。クローリーの居場所か。きっとあいつは今でもシャムシッドの町にいるんだろうな。シャムシッド？レビス文明の王都シャムシッドだ。大昔に滅び去った町だがな、今ではかろうじて遺跡が残っている。シャムシッド、やつはそこにいるんだな。注意。そうね、行ってみましょう。グロスターさん、案内をお願いできますか。奴に会いに行く気か。そうだな、
お前らと出会ったのが良いきっかけかもしれねえな。わかった、連れてってやる。俺ももう一度クローリーに会いたい。会って確かめたいことがある。俺はあいつを止めなきゃならねえ。あいつがああなったのは俺のせいなんだからな。じいさん。よし、行くか。ここからシャムシッドまでそんなに遠い距離じゃない。あっと、注意。俺はどうしたらいいっすかね。そうね、偵察に行くだけだから人数は必要ないわ。少尉は司令部に戻ってこのことを大佐に報告してちょうだい。了解っす。よかった、帰れる。ねえ兄さん、ゴーレムを作り出したっていう古代の秘術のことなんだけど。ああ、わかってる。元の体に戻るための手がかり、そこで見つかるかもしれないな。